山内聖子議員、ご質問の警察法の一部改正と北部訓練場周辺における警備との関係についてお答えをいたします。議員がご指摘した警察法の一部改正については、警察本部長より答弁がありましたとおり、国家公安委員会における特定の内閣の重要政策は内閣で定めるものであり、現在のところ児童の性的搾取等に係る対策のみが閣議決定されており、議員ご指摘の北部訓練場周辺における警備は閣議決定されていないと承知をしております。公安委員会といたしましては、県警察が個人の生命、身体、財産の保護と公共の安全と秩序の維持という警察の責務を全うするため、関係者の安全面に最大限配慮した上で、引き続き適切な措置を講じていくよう県警察を管理してまいりたいと存じます。以上です。山内末子さん。